皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は9月27日木曜日、関東はね昨日からの雨、今朝も雨で、気温がぐっと下がっております。体調管理にはね気をつけつつ、本日も元気に過ごしてまいりましょう。さて本日のね冒頭ですけれども、 SIAG03 さんからのね新規初投稿、誠にありがとうございます。 MS3 をね中心としたスイッチャーボードですね。もう見た目もね配線もとっても綺麗でなねボードなんですけれども、今回ね注目したいポイントがですね、ミクストンプ初音ミクの、このエフェクターではなくてですね、この一番底にあるね穴がいっぱい開いてるこのボードですね。これなんだろうな、初めて見るなと思ったらですね、テンプルオーディオデザインに変えましたって解説ねしていただいておりました。誠にありがとうございます。TMC さんというね、あのシールドで、ライブラインというねブランドで有名な TMC さんがね扱われているようなんですけども、こちらのボード、あのマジックテープをね使わないで、このなんか鉄製のこのプレートっていうんですかね、これをエフェクター側に貼っつけて、それからあのネジスクリューで、ボードと固定していく。でそのためにこの穴がねいっぱい開いてるんですよ。要するにねこう位置をこう右にちょっと移動したいなとか、左にとか上に移動したいなとかっていう時に、この穴がねたくさん開いてることによってこう微調整が効くっていうですね、そういうあのなかなか優れものの面白いボードですね。お店でねなかなか見たことがないので、皆様方もね、もしあの楽器店でね見かけることがあったら、重さはどうなのかなとかね、大きさはどうなのかなとかね、プレートってどういう感じなのかなとかですね、ぜひともねチェックしていただきたいなと思います。パッと見た目ではねすごくねあのなんかシンプルで綺麗な、感じに見えますし、またホームページで見るとね傾斜もあるので、なんかそこの方にはね、パワーサプライを仕込んだりとかっていうこともなんかできそうなので、ぜひともねお店でチェックしていただきたい、ボードでございます。ということでいろんなボードのね事例があるエペボーでございますので、引き続き、お楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました。